皆様、ただいまから取手市総合ロジネスキー第2部総合演技を開始いたします。司会を務めます女性総合軍団の新田と申します。よろしくお願いいたします。本日の総合演技では総合団員による規律正しく統制の取れた総合車両による分別行進と取手市消防団車両と消防本部の補足車で一年の安全を祈願して一斉放水を行います。直前の演台で放浪を行うのは中村市長岩田団長です。放流を務めるのは消防団本部丸山第4方面本部員、同じく鈴木第5方面本部員です。では分別行進を開始いたします。まずはじめに誘導してまいりますのは消防団本部宿舎です。続いて第1軍団です。取手1丁目から3丁目本町、新町1丁目から6丁目中央町を担当しています。続いて第2軍団です。取手1、2丁目上町を担当しています。続いて第3軍団です。取手1、2丁目中町を担当しています。続いて第4分団です。東1、2丁目片町を担当しています。続いて第6分団です。83、1丁目から8丁目、西1、2丁目、中原町、稲台1丁目から5丁目、稲の一部を担当しています。続いて第7分団です。青柳1丁目、稲1丁目から3丁目、稲団地を担当しています。続いて第8分団です。吉田総合新聞を担当しています。続いて第9分団です。大鳥を担当しています。続いて第10分団です。市の内を担当しています。続いて第11分団です。上高い貝塚を担当しています。第18分団です。本郷1丁目から5丁目を担当しています。それでは一斉放水はサイレンの合図で開始されます。
生が終了しました。